進行性拡張性麻痺は1964年に、スティール JC、リチャードソン JC、オルシェフスキー J の3人によって報告された疾患である。現著では7人の冒険例を含む9例の PSP 患者の報告がされている。その臨床的特徴としては垂直性中止麻痺、偽性急麻痺、コ部ブジストニア、認知症、姿勢法自反射障害が挙げられている。 10万人あたり6人程度である。臨床診断基準を満たすものでもいくつかのアケがあることが知られている。典型的な臨床像は、リチャードソン症候群と呼ばれる。1963年に、リチャードソン JC は、姿勢保持障害と後方への転倒、垂直性拡張性眼筋麻痺、軽度の認知症を主張としさらに筋強合、玉麻痺を呈する症例を記載した。 共同研究者のスティール・ジェイシーとオルシェフスキー、J により、病理所見が確認され、進行性拡張性麻痺と名付けられた。現著では9人の臨床像と7人の病理像が記載されており、臨床像は、眼球運動障害、火星球麻痺、後部ジストニー、歩行障害、認知症と多彩な症状を示し、病理像は、脳幹、大脳規定核、 小脳の非常に多彩な神経変性を特徴とする。リチャードソン症候群の欧米における有病率は人口10万人あたり6.0から6.4人と推定されている。リチャードソン症候群以外の臨床病形を含めるともっと多いと考えられる。平均60歳代で発症し、男性に多い。平均罹患期間は5年から9年とされている。 富山大学法医学講座の吉田、西田らは2007年から2014年の間に司法解剖した1239例のうち中枢神経が評価可能であった998例を対象に神経病理学的な検討を行った。998例中28例が病理学的に PSP の診断基準を満たした。この検討では 生前の ADL に寝たきりの患者は含まれていなかった。病理学的には、タウ病理の分布が軽度、もしくは分布が不完全なものが多かった。生前の転倒が16例、自殺が11例であった。このことは、生前の鬱状態や歩行障害から PSP と診断されない例が多数存在する可能性を示している。 発症早期から出現する後方への転倒を伴う姿勢保持障害が特徴的で顔面や頭部に外傷を負いやすい。筋強合は四肢より頸部や体幹に強く現れる。無動のため動作看板に見えるが突然立ち上がって後方に倒れることがある。心線を伴うことは少ない。進行すると頸部が高屈する。深刻感が乏しく多項的である場合が多い。 垂直性の拡張性麻痺が特徴であるが終末期に至っても30%ほどでは認められない。これは指標への追試ではなく、中止の障害である。進行すると水平方向の中止や瞬目も障害され、特徴的な顔形になる。眼球等反射による眼球運動は保たれる。通常は運動症状の出現以降に見られるが、認知症で発症する場合もある。 1974年に、アルベルトラは認知症の特徴として、健忘、思考の緩慢、人格や気分の変化、獲得した知識を操作する能力の障害を挙げ、その責任病変を、皮質化の規定核に求め、皮質した性認知症と命名した。近年では、前頭陽性の認知機能障害とも考えられている。検討式障害はあっても軽く、失念、思想の感受化、 情動と性格の変化、知識の操作能力の低下など、遂行機能障害が目立つ。認識の遅さと運動の遅さには相関関係はない。非言語性推論や、言語の流暢性が高度に低下する。把握反射、模倣行動、使用行動、視覚性探索反応が出現する。白紙兆候はかつては p s p に特異的とされたが、大脳皮質規定核変性症や多系統、 萎縮症でも陽性となる。進行性角張性麻痺では精神症状や行動異常を伴うことも知られている。多変量解析による病型分類歴史的にはデビッド・ R ・ウィリアムズらが行った多変量解析による検討によって分類が始まった。これは1988年から2002年にかけて病理学的に PSP と診断された103人のカルテ記載を 元下、レトロスペクティブスタディである。主成分分析及びクラスター分析を行い、病理学的に PSP と診断した患者の臨床症状は、リチャード損傷候群と呼ばれる群と PSP パルコンサニズムと呼ばれる群に分けることができた。またこの検討の時点でそれ以外の群の存在が示唆された。富山大学の吉田、西田らは、包位解剖例を、 クラスター分析した結果から、死人下流性認知症の合併が多く、抑うつや自殺を伴うことが多い未発表のアケが存在すると述べている。核病系2013年現在は、タウ病変の分布によって、脳幹有位型と大脳皮質有位型に分類される。臨床アケの特徴を以下のようにまとめる。初期から転倒を伴う、姿勢保持障害。 垂直性拡張性中止麻痺、体軸性固縮、認知症などが特徴とされる。半数以上が1年以内に転倒を繰り返す。また中止麻痺は、病初期には認められないことが多く、下放死の障害は平均3年目に出現する。PSP 全体の54%程度を占める。左右差をもって発症し、姿勢地身線や生死地身線を見られ、しばしば、 パーキンソン病と診断される。エルドーパが2から3年効果がある。初期の転倒や眼球運動障害や認知機能障害は認められない。PSP 全体の32%を占める。タウ病変の分布はリチャード損傷候群と同様であるが程度が軽いとされている。罹患年数は平均9.1年と長く、死亡時年齢も平均75.5年と長い。 発症が感情で早期に歩行、または発後のすくみ現象がある。すくみ足とは足がすくんだように一歩目がなかなか出ない状態を示す。足が前に出ず、状態だけ前に傾いて転倒してしまうことがある。すくみ足が出やすい場面は歩き始めの最初の一歩、方向転換の時、椅子に近づいて座ろうとするときである。すくみ足はパーキンソン病でも見られるが、 病初期から、すくみ足が認められることは少ない。しかし PSP パフでは、病初期から、すくみ足が認められる。筋強豪や新鮮が認められないことから、純粋無動症と呼ばれる。無動症と呼ばれるが、必ずしも運動に、乏しくじっとしているわけではなく、患者は、すくみ足があり、姿勢が不安定にもかかわらず不要意に動いて、転倒してしまうということも見られる。 エルドーパに対する反応性がほとんどない。進行すると垂直性眼球運動障害、頸部の筋強豪と口屈が見られるようになり、リチャード損傷後群の臨床症状を示すようになる。すくみ減少が他の神経症候より長時間先行し、罹患期間は平均13年と長い。1974年に順天堂大学の今井久志忠氏らは、 エルドパフ王星純粋無動症という新たな臨床症候群を報告した。この症候群は矛盾性運動を伴う歩行時、所持時、初五時のすくみ現象を特徴とし今日のすくみ足を伴う純粋無動症に相当する。現象的にはパトロンが報告したトレペデントアバシアが類似している。今井の報告因語ではパトロン歩行、枯発性歩行開始障害、 原発性進行性すくみ足などの異なる名称で同様の報告が多数発表された。このような症候群の病理解剖例では進行性拡張性麻痺に一致する所見を示していた。デビッド・アール・ウィリアムズらはパフの診断基準を発症が完除な歩行、または単語のすくみ現象があること、し死こしく及び新鮮を伴わないこと、エルドパへの反応が持続しないこと、 発症5年以内に認知症もしくは眼筋麻痺が見られないこととした。神経変性疾患と病理診断された749例中7例がパフの基準を満たした。そのうち6例の病理診断が PSP であった。PSP 病理所見は、ハシ底部や小脳指定核で異常タウの蓄積が軽度であり、PSP としては非典型的であった。 6例中5例は、因子分析では PSPP に分類された。二次性純粋無動症では、お上核、泡お玉、死傷などが責任病相と考えられている。大脳皮質器定格症候群は、大脳皮質器定格変性症の代表的な臨床像で、左右差のある上下肢の運動障害を示す。人皮の手の高知運動障害が見られてが、 進行性に使いにくくなる。構成執行や関念執行も見られる。筋競合も伴もい、時に自分の意志と関係なく物を掴もうとする他人の手帳行と呼ばれる特徴的な動きが見られることもある。歩行も小刻みで歩行障害が徐々に診断する。臨床症状で進行性拡張性麻痺と診断するのは困難である。PSP の3%を占める。 失語症で発症するタイプであり、進行性比流調整失語という運動性、失語症を提出する。発語がスムーズに出てこなくて、高音の歪みや文法の誤りも見られる。簡単な文章の理解は保たれており、しばしば発語執行を伴う。しばらくこのような失語症の症状が前傾に立ち、運動症状は乏しいが、進行すると眼球運動障害や、 姿勢の不安定さ、筋強豪など、パーキンソン症候群を伴うことがある。過前頭肝を含む、前頭葉のタウ病変が高度である。無気力や無関心といったアパシーの症状を呈したり、攻撃的になったり性格、行動変化で発症する。数年後には、眼球運動障害、動作感満、姿勢保持の不安定など、リチャード損傷候群の症状も見られるようになる。 PSP の4%ほどを占める。新潟大学の金沢正人と下畑徹両らは、病理学的に PSP と診断された22例の臨床像を分析した。22例中10例が、リチャード損傷候群であり8例が PSPP であり4例がどちらにも分類されなかった。この4例中3例は、病初期から小脳性運動失調を主症状としていた。 一例は、発話執行、着衣執行を示し、CBS を疑う臨床症状であった。小脳性運動失調を示した三例は、失調症状を示さない PSP 症例と比較して、小脳史上核の高度のグリオシスを伴う、神経脱落とコイル固定が特徴的で、かつ、プルキンエ細胞内には、タウ陽性構造物を認めた。 日本から報告された10名のケースシリーズによるとその臨床的な特徴は男性に多く、罹患年数は3年から11年と様々であった。初発症状は体幹失調がほとんどであるが死死失調での発症例もあった。転倒や拡張性垂直方向性眼球運動障害が発症2年以内に出現した。公害、眼球、咽頭における ミオクロウヌスを合併することがあり、多系統萎縮症のギルマン分類を満たす自律神経症状を合併する者はいなかった。画像所見の特徴は、病初期に小脳や前頭葉の萎縮が目立たないこと、進行すると小脳全体が小型化し、発症脳層が拡大すること、進行すると第四脳質拡大や上昇脳脚、萎縮、ハミングバードサインを認めること。 ホットクロス分サインを含め、脳幹、小脳に異常信号を認めないことが挙げられた。この PSPC は、MSAC が最も重要な鑑別疾患である。MSAC との鑑別点としてはどちらも、小脳性運動失調で発症するが、PSPC は、MSAC と比べ高齢発症であること、発症2年以内で、液点倒性を認め、 拡張性眼球運動障害を伴うことが多く、自律神経障害を合併しない点が挙げられる。以上のことから、新潟大学の下畑徹る良,良らは、PSPC の臨床診断基準案を提唱した。それは必須項目には A から E の5つあり、である。除外項目では、MSA のギルマン分類を満たす著名な自律神経症状と、頭部 MRI でのホットクロス分サインがある。 プロバブル PSPC は A、B、C、D、E を満たし、ポッシブル PSPC は A、B、D、E を満たす。症能皮質の萎縮がない脊髄症能変性症で、間別が必要である。米国の進行性拡張性麻痺の0.46%が PSPC であり、米国では稀と考えられる。またこの検討では、 運動失調を示す PSP と運動失調を示さない PSP を比較して、病理学的な違いを明らかにできなかった。リテブンらが作成したナインズ PSP の診断基準が知られている。この基準では垂直性格情勢眼筋麻痺と発症1年以内の姿勢保持障害と液点統制が重視されている。これはパーキンソン病との間別に有用であるが、 これらの所見を認めない PSP も存在するため、感度が低い。ナインズ SPSP の診断基準におけるプロバブル PSP は、病理診断に対して、得意度が100%であるが、感度は50%である。つまり、多疾患は混じらないが、PSP の半分しか該当しない。陽性的中率が100%と高いため、臨床試験や研究目的に使われる。 一方、ポッシブル PSP は、感度83%、得意度93%、陽性的中率83%とされる。いずれも病初期に感度が低いこと、除外項目に、早期の著名な小脳症状が含まれており、PSPC を除外してしまうなどの問題点がある。2017年にムーブメントディスオーダーソサイティが、新しい診断基準を示している。 MDS 診断基準は、リチャードソン症候群以外の臨床アッケが診断可能な診断基準である。日本で報告が多い PSPC の診断基準が含まれていないことに注意が必要である。この診断基準の妥当性が評価されている。プロバブルでは、感度は低いが得意度は高く、サジェスティブでは、感度は高いが得意度が低いことが明らかになっている。 主要な病理変化は、皮質化神経核に見られる。強い変性は、死傷過核、黒質、泡ワー内節、上、丘を含む、中脳皮膚小脳視状核にあり、ついで、死傷、泡ワー外節、洗浄体、中脳毛様体、赤角、青半角、端皮膚及び胸核、下オリーブ角にも変性が認められる。 国質の退職と萎縮は高度であるが、青半角の退職は軽度にとどまる。認知機能障害の責任病相としては、視床価格を中心とした、皮質化神経核の編成に加え、大脳皮質や、会馬妨害の編成が指摘されている。神経細胞の編成、脱落とグリオーシスが認められる。都銀染色内視リン酸化タウ抗体により、神経細胞及び、 クリア細胞内のタウ凝集体が観察される。神経細胞内には神経原選維変化。神経細胞突起にはニューロピルスレッズ。アストロサイトには突起にタウタンパクが棒状に沈着する。棒状アストロサイトがオリゴデンドロサイトにはコイル固定が認められる。特に棒状アストロサイトが進行性拡張性麻痺に特徴的な所見である。 軽度の神経細胞脱落は、周囲の組織反応を参考に評価される。具体的には、メラニンやアルツハイマー神経原生変化などの、神経細胞内の物質の外部への流出、マクロファージ反応である神経鈍色現象、脂肪化粒細胞や、アストロサイト反応である、グリオーシス形成などである。グリオーシスは、ホルツァー染色で確認することができる。 HE 染色体標本で、神経細胞、アストログリア、オリゴデンドログリアの間にある均一な場所を、ニューロピルという、神経繊維網と訳される。電子顕微鏡では、神経細胞の樹状突起、それと接触する無数のシナプス、アストロサイトの突起、ミクログリアの突起、さらに通過するだけの神経繊維が、ニューロピルを形成する。ニューロピルスレッドは、 ニューロピルの変化ではなく、神経細胞や樹状突起と関係した変化である。特に、アルツハイマー病の開発室で広く分布する、糸くず状の構造である。その密度は認知症の程度や神経原選異変化の数に相関する。ニューロピルスレッドは、神経細胞の樹状突起に由来する。アルツハイマー病に特異的ではなく、大脳皮質規定核変性症。 進行性拡張性麻痺、ピック病などでも認められる。HE 染色では判別がつかないが、ギガバイト染色で白質のオリゴデンドログリア細胞の各周囲の細胞質にコイル状に取り巻いている構造物が見られることがある。これをコイル固定といいリン酸化タウタンパクの異常蓄積である。コイル固定は進行性拡張性麻痺や、 大脳皮質器定核変性症などのタウパチーで、一食い的に認められる。各周囲の細胞質ではなく、オリゴデンドログリア細胞の細胞突起に、ギガバイト染色で縮りたいとく様に見えることがある。こちらは、死ン性スレットというリン酸化タウタンパクの異常蓄積である。コイル固定、死ン性、スレット、棒状アストロサイトを、 リアルフィブリラリー・タングルズと総称することがある。アストロサイトの突起のうち細胞体に近い突起にリン酸化タウが異常蓄積したものであり、進行性拡張性麻痺に特異的な所見である。アストロサイトの遠部の突起にリン酸化タウが蓄積した場合は、アストロサイト反であり、大脳皮質規定核変性症の所見である。アルツハイマー神経原選異変化は、 神経細胞内の方体にできる死銀性の繊維状構造物である。筆の穂先、ループ状、渦巻きなどの形を取る。大脳皮質の衰退細胞では、筆の穂先や火炎状のもの、皮質価格に見られるものは渦巻き型が多い。神経細胞内にリン酸化タウタンパクの不要性蓄積が起き、異常繊維形成として蓄積されたものである。電子顕微鏡では、 NFT は80ナメートル程度の間隔でくびれを持つ感情構造、ねびれ、再感、くびれがない自家再感がある。PSP では自家再感が多いとされているが必ずしもそうとは言えない。NFT は様々な原因による疾患で観察されるため慢性的な神経細胞障害に対する一つの反応様式と考えられている。 NFT 形成は明らかではない神経細胞のタウ、蓄積を示す初見である。免疫染色では細胞室内が一様に染まるのが特徴的である。PSP よりも CBD で目立つ初見である。小脳史上核の神経細胞の周囲に HE 染色で抗酸性を呈する雲状の構造が集積し、神経細胞の脱落を起こす変性像をグルモウス変性という。 四状角に特異的な変性像である。四状角にグルモース変性を呈する場合、四状角門、上昇脳足の変性を随伴することが多く、小脳遠心系の変性の存在を示している。進行性角上性麻痺、マチャドジョセフ病、四状角赤角アワーオダマル遺体遺縮症などで認められる。下オリーブ角の火星肥大は、進行性角上性麻痺でも見られることがある。 進行性拡張性麻痺の臨床症状と解剖学的病巣の対比を以下にまとめる。臨床和形では若干の違いが知られているが、典型的な PSP の神経細胞脱落、ニューロピルスレッド、コイル固定、棒状アストロサイトの分布が知られている。現状では進行性拡張性麻痺の病理所見は、神経原正繊維変化と神経細胞脱落とアストログリオシスが、 泡青玉、オ国質、視床価格、脳幹部皮膚蓋、市場価格に認められることを特徴としている。その後のナインズによって、診断基準が1994年に作成され1996年に改定された、下記のようにまとめられている。1996年以降コンセンサスが得られた、進行性拡張性麻痺の病理診断基準は存在しない。 MDS 診断基準作成時は、ナインズの病理診断基準とディクセン DW とコバクス GG の論文を参考にしたと記載されている。ディクセン DW とコバクス GG は、神経厳選因変化以外に、グリア病変として、棒状アストロサイトや、コイル固定の重要性を述べている。具体的には、ディクセン DW は、進行性核状性麻痺の、 様々な病形とタウ病理の違いを考察した。コバクス GG は様々な病形と神経細胞、アストロサイト、オリゴデンドロサイトのタウ病理の進展を検討した。泡を玉、黒質、死傷価格はいずれのア系の進行性格上性麻痺であっても病変が認められる。同部位の病変は進行性格上性麻痺の得意度が高い病変と考えられる。 PSPRS、PSPP、PS PS p s p p フ f で、病理検討すると泡青玉、黒質、死傷化格に、必ず神経細胞の脱落とアストログリオシスが認められた。この部位の障害が、姿勢保持障害や歩行障害や無動に関わっていると考えられている。この症状は、最終的には、どの進行性拡張性麻痺の明けでも出現する。 またこの部位の障害が目立つ PSP ならという、アケーも報告されている。脳幹の病変は、眼球運動障害に関与し泡青玉以外の大脳基定核病変は PSPP や PSPC に影響している可能性がある。前頭葉の病変は認知機能障害に関与する可能性がある。PSPP の病理学的な変化は、 RS と比較して程度が軽く、病変部位がより減極し、国質と死傷価格に目立つ。この際が RS と異なり、新鮮やレボドパ反応性を呈する原因と考えられている。PSP パフではアワーオダマ、国質、死傷価格に減極した変性所見が認められる。PSPPNF では、即投用や上前投会の所見が強く農家や、 皮質化神経核の編成は軽度である。PSP-CBS では、前頭頭腸用皮質と、その入出力に関わる部位に病変が認められる。PSP-C では、小脳皮質のプルキンエ細胞の細胞質に、タウタンパク陽性の下流上風入体を認める。少数例であるが、進行性拡張性麻痺の脊髄病理の報告がある。 岩崎らの報告では10例中8例で前作と前、即作の萎縮と随症脱落が認められた。前角の白質にニューロピルスレッドがあり、開白質に棒状アストロサイトが認められた。菊地らやバイタリオニーラや西村らも進行性拡張性麻痺の脊髄病理の報告をしている。進行性拡張性麻痺、皮質規定核変性症などがタウオパチーとして知られている。 1975年タウは神経系に特異的に発現する微小管結合タンパク質として発見された。微小管はアルファ、ベータチューブリンのヘテロ2両体からなる主要な細胞骨格の一つと考えられている。タウは細胞内において微小管の重合促進及び安定化、細胞骨格構造の形成、維持に重要な役割を果たし、 その機能はリン酸化によって調節されている。タウ遺伝子は、人では17番染色体上1 7十2 1 2に存在し、16個のエクソンからなる。タウは、単一遺伝子から転写されたプレ、メッセンジャー RNA が、選択的スプライシングされることで6つのアイソフォームが、発現する。エクソン2、3。 10の選択的スプライシングの結果、アミノ酸352から441個の6つ、アイソフォーム、すなわち352,381,383,410、412,441ができる。R は、ダウのカルボキシルキマッタン側の微小間結合部のリピート数を示す。微小間結合部は、エクソン9から12にコードされており、 エクソン10を含む 4R タウとエクソン10を含まない 3R タウに分けられる。タウの微小管結合能は 4R の方が大きく、N 末端の配列は影響しない。N はタウの N 末端部位に存在するプロジェクション領域といわれる部分のプロフィールであり、微小管の間の間隔を決定している。エクソン2.3の有無によって決定され、エクソン2、 3ともに認められないと例ノルマルであり、エクソン2がある場合は 1N、エクソン2.3ともにあれば 2N と分類される。人体世紀、新生時期は3 5にのみ発現するが成人では6つのアイソフォームすべてが発現する。これは、微小管ネットワークのダイナミクスを保つ上で3、R タウンによる微小関係性が必要であり、安定な微小管ネットワークを保持するには4、 R タウによる微小関係性が必要である可能性が示唆されている。神経細胞内線異常風入体を形成するタウのアイソフォームは核疾患によって異なり主に 3R 型、主に 4R 型、あるいは 3R、4R 両者が同じ比率で含まれるタイプに分類される。3R 型にはピック病、4R 型には進行性核上性麻痺。 皮質基定核変性症など、両者には、アルツハイマー病などがある。マップド遺伝子変異により表現型として、リチャード損傷候群を示した症例の報告がある。これらの変異は、タウタンパクの微小管への結合の低下や、自己凝集脳の増加、4リピート型の増加をもたらす。しかしマップド遺伝子の変異は、FTDP-17 に関連することが多い。 古発性の PSP では、マップド遺伝子の変異がないためマップド遺伝子の変異をルーチンに検索することの有用性は乏しい。マップド遺伝子は、疾患感受性遺伝子としての意味もある。マップド遺伝子を含む1.8メガビットの領域は、連鎖不平行にあり、H1 と H2 の2種類のハプロタイプに対別される。H1 は1円期多系により規定され、欧米人では、 H1 と PSP や CBD 発症との相関が示されている。1円基多計によりマップド遺伝子の転写の更新とエクソン10スプライシングを介して4リピートの増加をもたらす。日本人は H1 からのみなる集団である。ゲノムワイド関連解析によりマップド遺伝子以外の疾患感受性遺伝子が同定されている。ハミングバードサインが認められる。 中脳皮蓋の萎縮、前頭葉の萎縮、第三脳質の拡大、上昇脳足の萎縮などが知られている。小中四上段像においては萎縮の少ない端に比べて中脳皮蓋の萎縮が強くこの対比からペンギンシルエットサインと呼ばれる。中脳皮蓋上部の細長いくちばし状の構造からハチドリサインと称される。横段像では 中脳皮蓋部分の萎縮した構造から差が押さえんと言われる。中脳皮蓋の萎縮を客観的に評価するには、小中市場断層での面積計測が有用である。典型的な PSP では、中脳皮蓋面積75平方ミリメートル、中脳皮蓋面積、端皮蓋面積0.15を示すことが多い。さらに、小脳市場角の編成による、 遠心路の二次性変化を反映して、上昇脳足の萎縮も認められる。マルパイという評価法もあり、端面積、中脳皮蓋面積、中小脳、足幅、上昇脳足幅をマルパイといい13.55以上ならば、進行性拡張性麻痺の感度100%で得意度90.3%と報告されている。多系統萎縮症との間別に上昇脳足の評価が、 重要と言われている。小脳失調をきたす疾患には上昇脳足が、障害される PSP、SCA3、市場核赤核アワーウダマ体縮小と、上昇脳足の障害が軽い MSA の初期、SCA2、SCA6、SCA31 などが知られている。特に PSP においては、市場核の編成や赤核及び、 死傷の腹外側核が脱水を示すため上、小脳足の病変が必発である。坪井らは、冒険例で対象と比較して、PSP 患者における上昇脳足の幅が優位に短縮を示していることを報告している。一方で MSA は、一般的に上昇脳足の異常を示さないために、PSP の間別に上昇脳脚病変の有無に、 着目することが有用と考えられている。前頭葉の血流低下が知られている。大脳皮質規定核変性症など、他の神経変性疾患で、リチャード損傷候群の臨床症状を示すことがある。この場合の臨床診断を PSP、PS ナイクシンドロームとい,い病理診断の PSP と区別する。PSPS PS では、 体幹内視対象性の施設の筋強固かむ動、体幹の不安定化転倒、尿失禁、行動の変化、拡張性垂直方向性の中止麻痺か垂直性、衝動性眼球運動の速度の減少の4項目のうちいずれか3つが認められるものである。PSP の臨床上の尺度として PSPRS という尺度が知られている。初期は L ドーパが有効な場合がある。 進行性格上性麻痺や大脳皮質期定格症候群の患者が特発性正常圧水頭症に特徴的なデッシュ初見を呈することがある。このような例では、シャント術で歩行障害が一時的に改善することもある。ありがとうございます。